診察っていうのは青山さんどうなんですか。日本はもう世界で唯一の淡水預金国でものすごいものあるじゃないですか、と急殺を持っていかないと買えないとやばいぞって、期限切れだって言って、どん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 こうお金を出していく契機になりますよ、ね、あ、全くそこ狙ってます。ゼロ狙いは間違いなくあります、ね、キャッシュレスって言いながら診察出すっていう、はい、古い札をやっぱり持ってる人たちにタンス預金を少しでも吐き出してもらうと、やっぱそれできっかけになるだろうと、一回出すっていうきっかけで使い出す、はい、ずっと不思議だったんです。キャッシュレスにしていきましょうって言ってるのに、なんでまだ紙のお札が必要なんだろう、まあ、一応偽札対策とか言ってるんですけど、今の、ね、お札だってそう簡単には偽札作れないですから、まあ、それよりも今古舘さんの言った方が思惑としては大きい。渋沢栄一もそんなに顔になりたいと思ってないんじゃない。